時和ダムは、長野県基礎郡基礎町三岳に位置する基礎川、水系大滝川に建設されたダムである。周辺の地名をとって、大島ダムとも言う。関西電力株式会社が保有する水力発電用ダムであり、時和発電所へ送水して、最大15000キロワットの電力を発生する。時和ダムは、 木曽川支流の大滝川を横断する形で築造されたダムである。牧オダムの下流、木曽ダムの上流に位置する。形式は、古支流型直線重力式、コンクリートダム。ダムの包み高は24.0メートル。包み長長は111.89メートル。包み体積は26,577一立方メートル。ダムには洪水破棄として、 ラジアルゲートが6門並ぶ。ダムによって形成される、調整位置は、淡水面積0.3平方キロメートル、総貯水量は128万8千立方メートルで、そのうち万水位、標高783.0メートルから3.0メートル以内の、有効貯水量は66万4千立方メートルに及ぶ。時和発電所時和ダムから取水する、時和発電所は、 下流の基礎町三宅屋座大半場に位置する。最大使用水量48.80リッター、片メートル毎秒、有効落差35.55メートルにて、最大1万5千キロワットを発電している。取水口は、時和ダム砂岩にあり、ここから2.7キロメートルの導水路によって、発電所へ導水される。発電所の上部水槽として、単動式、 サージタンクを設置し、そこ水車発電機へと水を落とす。水圧鉄管は、長さ64メートルのものを2乗設置する。水車発電機は2組あり、水車割率つ軸炭輪単流渦巻フランシス水車を採用。発電機は、容量8600キロボルトアンペア、周波数60ヘルツのものを備える。水車、発電機ともに、日立製作所製。 時は発電所給水車大井発電所など基礎川開発を手掛けた大正昭和戦前期の大手電力会社大道電力は大滝川における水力開発も計画し1925年4月に大滝川にて3地点の水利権を獲得したこのうち大滝川第一という地点は取水口を大滝川右岸の三竹村山大島に発電所を 同村技大畑に設け有効落差57.6メートル、出力5200キロワットの水路式発電所として開発される予定であった。その後の計画変更の中で、上記大滝川第一地点は上下に分割され、下流側は基礎川本川の根ざめ地点に組み入れられて根ざめ発電所として開発された。残された上流側は時は地点となり、 取水口を大滝川左岸の御岳村あざ下殿へ移して、取水関をダムに、改めて調整地を設ける、発電所位置を、同村あざ大半上に変更する、使用水量を根覚め発電所の大滝川取水量に一致させるといった設計変更が加えられた。変更により、有効落差は36.87メートルへと減少したが、 発電所出力は反対に 13,400kW へと増加することとなった。1938年12月、大道電力は計画変更と工事志向の許認可を得た。翌1939年4月に大道電力が解散したのに伴い、電力国家管理を目的とする国策電力会社日本発送電が、時は地点の開発を引き継ぎ、 同年6月その工事に着手した。日中戦争か資材、労力の事情が悪化する中での工事であり、さらに1940年4月3日に、洪水被害を受けて、ダムカリ締め切りが流出するという障害もあったが、昼夜健康の工事の結果、工期は予定より3ヶ月短縮され1941年7月31日に、時は発電所は運転開始に至った。 この段階では、ダム工事が一部未完成であったが、1942年12月21日付で、ダム完成に伴って発電所出力が 13,400kW から 14,600kW へと引き上げられた。1951年5月1日実施の電気事業再編成では、時は発電所は、 他の基礎川の発電所とともに供給区域がいながら関西電力へと継承された。日本発送電設備の帰属先を発生電力の主消基地によって決定するという潮流主義の原則に基づき基礎川筋の発電所が関西電力所管となったことによる。関西電力が保有する基礎川水系の発電所では1992年度より 老朽化設備のリフレッシュ工事が始められており、その一環として、時は発電所においても2000年3月に更新工事が竣工し、従前と同じ使用水量ながら発電所出力が4 0 0ット増強された。以後発電所出力は1万5 0 0 0ットとなっている。木曽川本川沿いを走る国道19号から支流の大滝川に沿って、 長野県道20号海田御岳福島線が分岐している。これを上流へと進むと、基礎ダムを過ぎて、旧御岳村の市街地に入る。黒沢交差点を左折し、長野県道256号をたけ、大滝黒沢線を進むと間もなく時和ダムである。時和ダム左岸に管理所があり、これに隣接する運動場から金網フェンス越しに時和ダムを望むことができる。 管理所を含めダム転売への一般の立ち入りは制限されている。時ワダム湖畔には中国人労働者の死を悼む慰霊碑がある。日本発送電は時ワダムを完成させた翌年、続けざまにおけ発電所の建設工事に着手。工事には多くの中国人、朝鮮人労働者が強制労働を強いられ多くの犠牲が生じた。三竹発電所は 時和ダム湖の上流端に位置し、上流に建設した大滝川ダムからの送水を受けて、発電を行っている。発電に使用した水は、時和ダムに放流され、その水を、時和発電所を通じて、下流の基礎ダムに放流している。なお、時和ダムのすぐ上流には発電所の近くにある道の、駅三丈では、かつて、時和発電所で使用していた。 発電用水車が展示保存されている。また、周辺は仏法草の繁殖地としても知られている。時は発電所に関するカテゴリー。ありがとうございます。